小平健一小平健一は日本の衆議院議員農林官僚。長野県諏訪郡米沢村に小学校教員の小平国之助の長男として生まれる。旧制諏訪実家中学を経て第一高等学校校科を途中休学。1910年に東京帝国大学農科大学を卒業し、さらに同法科大学政治科に入学。 在学中の1913年に高等分館、試験に合格し、翌年に卒業した。農商務省に入り、農政課に配属。農政課古作分室長として、石黒忠厚農政課長と共に、古作立法に取り組む。1922年に産業組合の主管課である農務課長に就任、産業組合中央金庫の設立に、中心的役割を果たした。 三組重金設立とともに三次として出向。その後、農林省へ戻り農政課長、米国課長、産市局長、農務局長、経済構成部長を経て1938年に農林次官に就任。古作立法、産業組合の保護育成、農業保険制度、農業金融の改善充実、農産物の価格安定など、 農政の主要課題の企画立案に当たった。経済構成部長時には、農業強行にあえぐ農村の再建のため、農産漁村経済構成運動を指導し、小農経営を産業組合に結集して、農業経営の組織化を衝動し、戦国京太郎を指導者とする産業組合拡充運動とこうして、共同組合主義農政を推進した。その後、満州国にわたり、 満州家手国株式会社理事長、高能合作者中央理事長、満州国産議府産議を務めた。1942年、第21回衆議院議員総選挙に出馬し、当選を果たした。1943年には、中央農業会副会長。改装後の全国農業会副会長として、戦中、戦後の混乱期の共同組合組織の、 最高責任者として尽力。1944年には中央農業界から家の光協会を独立させ会長に就任。戦後は農林中央金庫幹事共同組合短期大学教授を務めた。ありがとうございます。